推しを赤ちゃん扱いすんのも気持ち悪くないですかと、悪やろといった感じで K-POP ファンたちが自分たちがそういうことを言ってたんじゃないかと反省しだすということがあって、赤ちゃん扱いしてくるファン辛い本当にと、で e スポーツ選手やってるんだけど赤ちゃん扱いしてくるファンは本当に本当に気持ち悪くて辛いと、これ言われてる側ですね、この人がね、これ匿名でやってると思います。で匿名でそう書いてるのがね、で元 VTuber の方が、母親面やめてって言ってそれが拡散されたのに全然減らないよと、で他にも定期的に赤ちゃん扱い言及してる人はいるのに、まず、呼び方の時点で、やばい、マスダが俺の名前でマスがニックネームだとしたらマスティア、マッシュ君、マー君みたいな、みたいなというかもっとキモい呼び方できついよと、マスティアな、自分だけ特別な呼び方、マチュチュみたいな、作って私の呼び方使ってる人がいたらブロックしました、不快ですと言ってる人がいて、もう本当なんなのきついと、俺が一番ブロックしたいのは君だよと、赤ちゃん扱いは何か歪んだものを感じて本当に気持ち悪いのと恐怖で辛いと。一応書いとくけど、いい女性ファンがほとんどだから女性叩きとかやめてると。これだから、その女性のどうこれの問題じゃなくて、そういうファンが一定数いるっていう問題ですね。女性の問題じゃないですね。で一部の人が精神をゴリゴリに削ってくるってだけ で、あと運営やチームが赤ちゃん扱いしてるから赤ちゃん扱いしてもいいっていうのは間違ってるよ。あなたはファンなんだからと。でもここが結構ちょっと議論になってくるんですよ。っていうのも、K-POP は赤ちゃん扱いしてるんですね。それはメンバーもそうやし、運営とか編集もそうなんですよ。パブみたいな感じのところ。ほっぺが赤くなんて、赤ちゃんの音まで入ってくるかな。なんで、運営やメンバーが赤ちゃん扱いしてたとしても、それは、その運営とメンバーの関係性があるだけで、あんた関係ないファンやろと。こっちは人間同士の付き合いの中でそういう関係性あったとしても、あんたファンや。そういう意見ですね。でも本人がぶりっこしまくってるならまあ仕方ないんじゃし、いいんじゃないみたいな。だからそういうブランディングやったらまあしゃあないなってところですね。がっつり BL 的な消費されるのがマシというのが赤ちゃん扱いって、自分は選手を性的に見ていないし、男性として好きなわけでもない、付き合ってほしいわけじゃないですと。だから何言っても悪く取らないでね。母性だからと。いうのが透けて見えるのがきついと。そういう人を拒否するようなアクションをこっちが取れば、どうして私は無害なファンなのにキャキャうるさいファンじゃないのにと反転アンチになるんだろうなと。深いな。で大げさだろうって思われるけど、実体験した人に、しかわからないのかもしれないと。スポーツのプレーで黙らせると思うじゃんと。うちの子がこんなに大きくなってってなるだけなんだよなということで、これ VTuber とかも言われてるんですけど、全然別界隈でもあるけど、なんか知らんけどぐさぐさきたな。いわゆる K-POP オタクはアイドルを赤ちゃん扱いしてるケースが非常に多いということです。でもこれがじゃあ悪かと言われると、僕は全部が全部悪ではないと思ってるんで、今から僕の個人的な見解をお話しさせていただくんですけど、アイドルっていうのは結果を残すことが最優先ではなく、たくさんのファンに愛されることやと思うんで、その最優先の中で自分が使える武器というのがそういうこう赤ちゃんみたいなところであれば、僕は全然それはいいと思うんですね。でこれ何が一番大事かっていうと、他の人から見て気持ち悪いか否かやと思うんですよ。ただそれだけやと思いますね。赤ちゃん扱いすることが悪なのではなく、赤ちゃん扱いするにあたって普通に気持ち悪かったら悪です。っていうのも、これ赤ちゃん扱いだけじゃなくて、彼氏とかリア子でもそうなんですよ。リア子も全然ええけど、旗から見て気持ち悪かったらそれも悪やと思うんですね。気持ち悪ければアウトでいいんじゃないかなと思いますね。でもそれが e スポーツ界隈やとまた間違ってくるんでしょうねと。でももう一個根本として大事なのは、本人が嫌かどうかだと思うんですよ。本人が嫌かどうかが一番重要なんですけど、これね、アイドルは嫌って言えないんですよね。それはだからもうほんまにトップスターぐらいになってきたらまた別かもしれないですけど、基本言えないもんなんで、それはもう結局わからないことですよね。僕らオタク側には。本人がどう思ってるかなんてね。ただですよ、 BL を本人に押し付けるのは論外やな。やからこそ何かって、頭の中はやりたい方だよと僕は思ってます。頭の中まで強要は誰もしてけえへん。好きなことキスをするな、妄想はいいんですよ。でも無理やりしに行ったら犯罪になるやろ。だから頭の中であればいいんですよ。だから頭の中で何々くんなんかまつきゃまつきゃされへんとか、そういうのいいんですよな。でも表に出して誰でも見れるとこでやりだしたら、それはもうダメですよねと。これめちゃくちゃ荒れること言っていいですか。
めちゃくちゃ荒れることを言いますけど、ちょっと視聴者さん的に言いますかもしれん。母性を自分の本当の子供とか、自分の好きな人やったらまあまだいいかな、に出すことに関しては、僕はそれを盾にすることはいいと思うんですけど、全くの赤の他人、アイドルに、これ母性やからっていうことの言葉を盾にして正当化するのは良くないと。局長に母性のぼの字もないから男側の意見になってしまうかもしれないですけど、これ母性だから仕方ないのよは男性に向けるのは局長は良くないのかなと。私はゼベアンの半友人君を赤ちゃんとして応援してるんですよ。来たな。いいで、いろんなファン、いろんな意見あっていいからな。赤ちゃん扱いは嫌がる人もいますが、私は賛成派ですと。理由は推しが可愛くて赤ちゃんに見えてしまうのはしょうがないことだからですと。それが嫌な方はなぜなのか私には分かりませんと。ここで推しが赤ちゃんに見える人の脳内はどうなってるのか分かりやすく紹介したいと思いますと。簡単に言うと、07のハン・ユジンくんがミュージックビデオのリアクションを撮っている時に集中して見すぎて口が半開き、その時に赤ちゃんのようなスースーした呼吸音が聞こえると。赤ちゃんの呼吸音ってエグいんだ。すごい呼吸するんですよ。それがリアクションで、そういう、この音が聞こえると。で、かわいいでちゅめよちよちって感じですと。なるほど。ですが、それを推しを本当の0歳児として見ているというより、0歳児のように無知だから私が1から全てこのように教えてあげたいという愛おしさが含まれています。これちょっとやばいよな。0歳児のように無知だからは、ちょっとなんかこういうことやと思うんですよ。これが多分まずいんでしょうね。ここ、局長は別に赤ちゃんとして応援すればいいと思うんですけど、この0歳児のように無知だからが多分これ性癖なんですよね。なので、半友人くんのお母様を差し置いて自分が産んで育てたなとは思っていませんので、赤ちゃん扱い反対派の方はその点注意していただければと思いますとな。だから、実際半友人くんは無知じゃないんですね。っていうのも、局長もニュージーンズのディと見たとき、ずっと口半開きで呼吸してたんですよ。やけど、全然局長って無知じゃないんですよ。やから、半友人くんは無知じゃないんで、その0歳児から私が教えなきゃみたいなところが多分歪んだように思えるんでしょうね。私は音魔世代アミでグクペンですと、ジョングクはマンネだし確かに可愛いので赤ちゃん扱いは日常茶飯事ですが、私は抵抗があります。特に呼び方と。これ日本だけだと思うんですけど、グーちゃん、グクちゃんなど特に鳥肌が立つのがグータン。局長ジミンちゃんとかテミンちゃんとか言ってるから。ちゃんぐらいんちゃう。まあ、グータン。本当に気持ち悪くて受け付けませんと。もう25歳ですよと。デビューしたての、10代ならまだ許せますけど、本人も嫌だと思いますと。彼は常々、可愛いよりかっこいいと言われたいと言っているし、最近のビーバスライブは自分はマンネだから求められていると。イメージはわかってるけど変えなきゃ世界に認められないし、変化を認めてもらうために努力しなきゃいけないと言っていましたと。年を重ねてそう思うのは自然なことだし、それと共にアミも成長しないといけないと思いますと。だから、グータンを使ってる方は、オンマペンなんですね。まあ別にオンマペン全員が悪いわけじゃないね。ただ、母性が爆発してくるのはやっぱ年齢的にはあると思うんで、そこら辺がこうちょっとアイドルの推し方が歪んでくるみたいなケースは、まあ多いでしょうね。だから逆に言うと、高校生とか二十歳前後とかなってくると、リアコをこじらせてしまってみたいな。そこでこじらせてしまって良くないこともあるじゃないですか。まあそこら辺の違いはあれやろな。